キモ。今まで書いたことはありますか？ないです。こんにちは、レポーターの葵です。今日は原宿の皆さんに絵を描いてもらおうと思います。今日のテーマはレディーガガです。無理。レディーガガ、え、でも描きそう。自信は頑張ります。じゃあちょっと頑張ろう。はい、描いて。レディーガガって聞いた時どんな印象がありました？え、でもなんかさ、露出してるイメージある。なんかすんごい、なんかもうメイクがカラーみたいな。そうそう、ね、メイクがすごい。レディーガガお好きですか？あ、好きですよ。あ、歌とかめっちゃ聴きます。ポーカーフェイス。ちなみに今まで書いたことはありますか？レディーガガ。ないです。下手なの。サングラスつけてるっぽい。髪型どうする？髪型って髪型どうなってるっけ？あ、ポニーテール、ポニーテール。前髪あった？あった気がする。髪の毛何青だっけ？あれピンクやったことあるっけ？レディーガガ。赤ペンありますか？キモ。私もう終わったんだけど。そうでしょ。どんな服着てた？知らないよ。すごそうな感じ。クビット。これ絶対アンチコール。いっせーのーせ。じゃーん。おお。じゃーん。見て。もう超ね。どうぞ。じゃーん。水泳の選手みたいですね。あ、でも近いかもね、イメージ。すごいお上手ですね。ストレートヘアのポイントはどこですか？何？サングラス。サングラス。髪型とこういうサングラスをいつもしてるイメージ。まぶたの上に目を描いてた。それのなんかメイクで目がすごい。なるほど。印象です。ストレートのパッツン。絶対前髪ないよね。前髪ないね。髪の毛の色青にして色変えてみただけで。このトゲトゲはなんか奇抜なやつ。なんかグラサン描いてタモさんかと思った。テツコじゃん。テツコの部屋に出た時のレディーガガ。あ、ご飯ですよ。絶対違う。ではですね、今日はこの方に絵を評論していただきたいと思います。アニメーションディレクターの南です。よろしくね。歌を歌うんだろうね。はい、歌手だね。若くてコスチュームをいろいろ変え、たまにはメガネをかけたり奇抜な格好をして出てくる。これが同一人物とは思えないんだけど。レディーガガ。ああ残念だったな。これは猿じゃないんだ。嘘。